斉藤浩順は、東京府生まれの作曲家、指揮者、幹部自衛官、自由作曲家協会会員であり日本、吹奏楽指導者協会理事、日本国民音楽振興財団理事も務めた。1924年、東京、深川の酒屋の次男として生まれる。1942年に、日本大学第一中学校を卒業。1943年に、 東京音楽学校に入学し、1947年に卒業。1949年に同校の研究科を修了。東京音楽学校在籍中の1944年10月に陸軍富山学校に入校し、富山学校卒業後は終戦まで同校で舞台化や吹奏楽曲の作曲に従事。戦後は映画音楽を中心に作曲家として主に 小津康二郎作品の音楽を手掛けた。更新曲、ブルーインパルスを作曲したことをきっかけに、航空自衛隊に招聘され、1972年7月から1976年3月まで、航空自衛隊のセントラルバンドである、航空中央音楽隊の隊長を務めた。自衛隊を一等空佐で退官後には、警視庁音楽隊長を11年間務めた。 東京音楽学校で新時清から作曲を、金子昇からピアノと四季法を学んだ。オズが没後改めて内外で再評価されるとともに、音楽への注目も高まっており、現代の代表的なバッハ弾きであるセドリック・ペシャによれば、斉藤の音楽にはゴールドベルク変奏曲に通じる抽象性と瞑想性があるという。斉藤光順斉藤光順回想録。 音楽との出会い。斉藤民夫。2019年6月19日閲覧。同期に、芥川康史、奥村はじめ、与田光生らがいる。ABC 斉藤光順。斉藤光順回想録。戦中のこと。斉藤民夫。2019年5月11日閲覧。斉藤民夫。吹奏楽の発祥。陸軍と山学校。斉藤民夫。 2019年5月11日閲覧。作家紹介。ネクサス音楽出版。2019年12月27日閲覧。斉藤民夫。小津安二郎と新次清の接点その1。斉藤民夫。2019年6月19日閲覧。斉藤光順。斉藤光順回想録。私と映画音楽。斉藤民夫。 2019年6月19日閲覧。ピアニストのセドリック・ペシャ発来日朝日新聞2017年2月13日。ありがとうございます。